理系なのに。はい、流れた。押していけるのか。一人が押してって、一人が。そうですよね。さっきちょっとリンカさんやってもらったんで、次僕。あ、完成の法則が働くのか。あ、拍手するかな。上とかどうなんだろう。あと自分がやるのかな。はい。はい。で、これで、いけば、いいと。あの服もなんはぁ、あ。アイテムあんのかよ。で、まあ、いっか。隠しアイテムですか。で、とりあえず多分押せば、いきますよね。で、それを全部、あれか、落としてもらって、そういうことです。っていうことですよね。どうまん、まあ一つはちょっとできるから、あ、ごめんなさい。いや、そのぐらい。一回リセンしていいですか。多分左から押す、右から押せないと、あれなんで、はい。私は結構押してやんない。あとで調整ができないと。あー、入れるかな。あー、そうかそうかそうか。ずれながらいかないと。スイッチ外してもらったらどうなりますか。あ、大丈夫ですね。右からちょっと押してください。あ、なるほど。あ、あ、ごめんなさい。そっか。そうですよね。自分も。やった方が後々楽になるかなと思ってたんで、多分、そうですね、このまま押すタイミングでドーンドーンでもいいとは思うんですけど。あ、でもそれ、あ、でもこれだと逆に自分がいけなくなるんで。いや、押せばいいと思う。そっか。ちょっと押せば。はい。ちょっと。で、まあ、この押さなければ左端に立つ、あ、ダメか、ちょっとまあ、それもじゃあ、タイミングいくか、もう厳しいかな、はい。自分がこうやってダメだ、タイミングでいくしかないわ、ネズミ返し的にやっていけば、はい、エンカさんいらっしゃいませ、押すとか関係なくなっちゃった、そうですね、アニメ動きでもよかった。はい。で、セーブと。怖いよな。いやー、協力もいいところありますけど。あ、ダメなのか。で、2人とも行かなきゃいけないところ。なんともないです。あ、あ、ダメ、あれ？ああ、難しいんだ、そっちの方が。ああ、なるほど。行くかってドンで、行くかってドン。いやー。いつ逆にしても。いやー、ごめんなさい。タイミング。はー、怖いですな。頭ぶつけた。あー、ごめんなさい。あれ？ちょっと待って、痛すぎる。まあ、まあ、1回や2回です。いいんじゃないですか。30回にしようが。いいんじゃないですか、私だって。そうです。会話です。あ、素晴らしい。初見殺しないよな。なんとかないだけじゃない。これからあるんですかね。これは左の方からどこか見えますが。ああ、そうですね。お互いに行きたいの。ああ、見えますけど。ああ、お互いに行きたいの。上下が練習しないとダメですね。はい、あ、これは、まあ、あれなのか、ちょっと押したいの、あー、くそ、お互い行ってみますか、行ってみますか、あ、上下バリ、上下は厳しいですよ、もう当分やってないから、ナイスです。終わっちゃった、でも行けてるから、あ、行けてるから、
やばいやばい。あ、やべ。初心者みたいなもんだな。なんだこれ。なんか別ゲー入ってそうだな。他だから打てるとかでもない。そうです。多分なんだろう。なんだろう。あ、昔じゃない。なんでよ。そんなことで2010年9月くらいですね、使い始めた。あ、間違えた。あー厳しい。おお、あーやべえ、当たるんだこれやっぱり。あっ、うおおお、結構ランダムっつっても厳しい。これでいいのかな。ナイスです。これ、あ、当たるな、これ。あ、え？マジで？あ、ちょっと死んでる。あ、ちょっと死んでる。あ、ちょっと死んでる。死んでますね。青に青を使ってる。そんなわけよ。おー、そっか。あー、なるほどね。黄色もいるっていうことですか。どういうこと。はいはいはい。うわ、やべ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 。とりあえず全部当たらなきゃいいってことですか。これ厳しく。え、ノシクレットミリアン。あ、マジで。もう先行かれてる。あ、ミリアンモードはないんだ。ハードモードはある。なぁ。へぇー。ミミリアのハードはあります。あれ、ミリハードも入ります。すごい。非常にわかりやすい英語で。いいですね。小学生じゃねえね。今小学生。飛べるよ。はぁー。ボス戦か。There is no secret or medium. あ、ミディアムモードはボスないんですか？シークレットがないだけです。シークレット？はい。はい。アマゾンゴブリアン。うわぁ、ちょっと待って。これは二人死んだらダメなのか。ダメなのかな。あ、パズルボブリアンだ。はぁー。寿司で切ってるのわかんない。時期で来てるってことですか。あ、僕の方に時期で来てます。ああ、これにも当たっちゃダメなのか。どうなんだろう。肩遅れだし、できるかったらいいけど。おー、やべ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 。そうじゃないの、ダメなのかな。最後になくそうじゃんでもあれだもん。あれセガだ。ありそうですね。でもなんか何のゲームかわかんねえな。セガに向けてのもありました。レッセだ。ああ、もうやった、無理だけど。これ厳しくない？無理みたいなやつがあるな。そうですね。やべえの来るよ。あ、間違えた。やべえの来るよ。ソニーの方がいたな。うわぁ、ミスター。パウの動きはボッシーのマリオのボス。今回6種類に覚えがある。
左に当たるとみたいなのがあるんだね。あーやべ、うーん、聞きましたけど、私も聞いただけですけど、ブレブレ、やっぱり打てばちっちゃくなるんですね。打つのかな、分かんないですね。ジャンプで打てるのかもしれない。あーなるほど、なんでもありだな。あ、ごめんなさい。耐久系ですか、ね、左に当たれば右に飛ぶみたいな感じです。右に当たればアンチはみたいなのがありますけど、まあ、やってからどういや厳しい。あ、そっか、下のやつ、ね、してないっすよ。そうですね、ジャンプごとに、ああ当たるわ、ごめんなさい。真ん中な、もうあ、真ん中左右で決まってんのか、真ん中左右で決まってんのか、決まってんのか、うわっ、くっそー、メンタルなのか、下の顔、死にゲーやってるとメンタル強くなるみたいですね。ちなみにこれなんか連打があるみたいです。おしっぱで連打します。連打というのかしら。いや、あれ、ああどうもいいです。確かにあの多分ホーム連打した方が早いと思うんですよ。2人いないと効率の問題でしょうな、これは。なーぶね、耳でしょ、真ん中、そうです、はいはいはい、あっごめんなさい、ダメだ。あ、死ぬ、これは死ぬ、これでも3年前くらいです、3年前くらいです、結構そんな、あれはいいゲームでした、これは自分もいいゲームだと思う、ゲームは良かったから、ね、あ、確かに右行かないと死ぬところ。なあ、なんでー、あれは絵面があのインパクトあるからね、絵面がインパクトあるんでね、あれは左だった、でも真ん中、真ん中と言いつつあるよ、真ん中と言いつつですね。Thank you.
なぁ。あぁ、黄色むずいんですね。そこですか。この2つ目は、まぁ、あ、両方に真ん中に来ちゃってるから、真ん中が両方左右から来ますね。どっちも来やしないし、全然ね、そしたら。自分まだそこまで行ってないんですけど。何何そんな動き、なんだなんだ、動きは無理だな。うわぁ、これはやばそう。そうですね、アイマナの基本です。それだけできるならね。お、これでクリアになるんだ。あ、ありがとうございます。自分何もしないんですけど。まあまあ、次がありますまだまだ、これから、これから、